3大会連続12回目の甲子園出場を決めた日本文理ナイン。今日、新潟市西区の日本文理高校では保護者などが甲子園へ向かう選手たちを見送りました。登録メンバー18人は PCR 検査を受け、全員陰性を確認し、大阪に向けて出発しました。夏の甲子園は明日抽選会が開かれ、今月6日に開幕します。